にちは、シロです。今回は半額のクリームで作ったスパゲッティの記録です。お仕事で疲れ切ってしまったので、スープまで作る気力はなく、スパゲッティも洗い物が少ないように一つのフライパンで作っちゃいます。ニンニクにクリーム、チーズに胡椒、それからうまいタレ入れて、やっぱり今日もこの子で決まり。頑張って盛り付けたら、最後にサーモンをたっぷり乗せてっと。あー、美味しそう。いただきます。今日はパスタ、クリームのパスタサーモンとブロッコリー。あー、ちょっとお肉がなかったからね、ちょうどサーモンあったからちょうどいいかなって感じ。あー、ちょっと疲れちゃったもうなんかスープもいいやと思って、これだけ今日は。さっきちょっと撮影用にね、くるくる巻いたから、このままいただきます。あー、なんだかどっと疲れた。うん、おいしい。もうなんか帰ってきて、このまま座ったらもうダメだってなって、急いでそのまま作ったから服もこのまま。はぁ、金曜は疲れる。なんで今日こんな疲れたんだろう。はぁ、朝ごはんもしっかり食べたよな。どうしたんだろう。はい、うんうん、このブロッコリーは実家のブロッコリー、初めて、今年なんか初めて作ってみたんだって。うん、うん、おいしい。甘い。無農薬だよ何もやってないって出た。このサーモンはなんか豊洲、あ、落ちちゃった。このサーモンはなんか豊洲の訳あり商品、なんかコロナでね、全然企業さんが買ってくれなくて余っちゃったサーモンみたいな感じで買ったんだけど、もうね、いっぱいすぎてね、困ってる。とりあえず何でもサーモンに食べてる今。うん、おいしい。このサーモン安かったし、美味しいし、もう最高。またちょっと今度豊洲のやつで買ってみようかなって思ってる。うん、今日はちょっと疲れ気味だったから元気出るかなって思って、ニンニクも入れてみたけど美味しいわ。ニンニクとうまいタレと塩コショウと、あとはチーズ。チーズ削るのね、今流行ってる。最高。うん、いや、やっぱでもちょっとスープ作った方が良かったかなまあこれだけでも足りるかな。どうだろうかな。なんかデザートでも買いこっかな。